今回ハリオさんと、コラボレーションをしてオリジナルのドリッパーを作成しました。普通のハリオさんのドリッパーと違って外側の波模様が特徴的ですね。普通のハリオさんのドリッパーはすごくツルツルしているんですけれども、この波線があることですごくこう触り心地がとてもいいです。今回コラボレーションしたこのドリッパーの色なんですけれども、清澄白河のカフェ&ロースタリーのタイルの色をイメージして作られました。キッチンにこう置いておいても他のデザインと馴染みやすいデザインかなと思います。まずドリップなんですけれども、なるべくフレッシュなコーヒーを用意してハリオの V60 を用意する。フィルターをセットして一回お湯でリンスしましょう。そうすることでフィルターがドリッパーにしっかりくっついてドリッパーの性能をしっかり引き出してくれます。あとは髪の臭さも取ってくれるのでとても大事ですね。お湯のリンスが終わったらしっかりそのお湯を捨ててコーヒーの粉をセットしましょう。引き目は中粗挽きくらいで大丈夫です。90度ぐらいのお湯を用意したらそのコーヒーにお湯を注ぎます。でお湯を注いだら30秒待ちます。これが蒸らしの作業ですね。蒸らしの作業の、意味はコーヒーとコーヒーをお湯でくっつけて、コーヒーの成分を抽出しやすくする効果があります。いわゆる準備運動のような感じですね。今度は抽出していきます。真ん中からのの字を書くように内側から外側に円を描くように注いでいきます。なるべくゆっくり丁寧に入れていきましょう。お湯が注がれてないところがないように全体に注いであげます。内側から外側、外側から内側に向かってゆっくり丁寧に注いでいきます。ハリオ V60 だとお湯の注ぐスピードで豆の味わいを変えることができるので、そこがハリオ V60 の特徴です。早めに落とすとすっきりした味わいになります。そしてフルーティーなフレーバーも感じやすくなります。ゆっくり落とすとすごくしっかりしたボディのあるコーヒーを作ることができます。個人的にはフルーティーな味とても好きなのですっきりめに入れることが多いです。注ぎ終わったらドリッパーを軽く回して全体を慣らしてあげます。そうすることでしっかりコーヒーの粉全体が抽出されていきます。あとはお湯が落ちきるのを待ちましょう。自分の好きなカップにコーヒーを注いでリラックスした気持ちでコーヒーを楽しみましょう。オールプレスエスプレッソのコーヒーはすごく複雑な味が特徴です。その複雑さをしっかり引き出してくれるのがハリオ V60 だなと思います。ハリオ V60 は縦に深い構造をしているのでしっかりコーヒーの厚みが取れるので、お湯がコーヒーに触れている時間が長く取れます。そのコーヒーの複雑さというものを引き出せるというのが特徴なので、オールプレスエスプレッソのコーヒーにすごく合った構造のドリッパーだと思います。